メッセージが届いてたな。皆さん、この度は本当にありがとうございました。今の私に何ができるかそれは分かりませんが、精一杯頑張りますので、これからも協力させてください。おうよ。でも堅苦しいのはそれぐらいにしとこうぜ。だな。今日はゆいちゃんの復帰祝いだ。みんなじゃんじゃん飲んで騒いでくれ。はーい。エギルのくせに気前いいじゃない。俺はいつでも気前いいんだよ。おお、あっちにすんげえうまそうな料理が並べられてるぜ。あれ食べてもいいんだよな。イエス、ビュッフェ形式で並べられてるから問題ないはず。ビュッフェってことは食べ放題ですか？こらこら春雪くん、目を輝かせるのはいいが食べ過ぎには注意するように。そうよ春、ちゃんとセーブしないとダメだからね。別にこっちで食べても太らないだろ。春、他の人の分がなくなっちゃうって意味だよ。心配しなくても追加でどんどん作ってるから問題ないぜ。アスナたちが腕によりをかけてくれてるからな。みんな、今日はユイちゃんのために本当にありがとう。シノノンたちにも手伝ってもらって追加で料理してるから気にせずどんどん食べてね。私たち食べてるだけでいいの？確かにそうなのです。妖精の皆さんに振る舞ってもらってるだけで、私たちがお客さんみたいなのです。気にしないで。今回は ALO の問題解決に協力してくれたバーストリンカーたちに感謝の気持ちを込めてのパーティーなのよ。はい、そうです。じゃんじゃん行っちゃいますよ。私も僭越ながらお手伝いさせてもらいました。ゆいちゃんってこうして見てるとすごく自然に見えるわ。そうっすね師匠、安心したっすよ。ああ。だが記憶を失ってもゆいはゆいだ。俺たちの大事な娘には変わりない。うん、そうだね。パパ、ママ。ゆいちゃんにはこれまでのことを一つ一つ教えてるんだよね。うん、ゆいちゃんも昔の自分が気になってるみたいで、少しずつ話してあげてるんだよ。楽しかったことも辛かったことも包み隠さず伝えてあげようってキリト君と相談したんだ。そのおかげかもね。私にもゆいちゃんが前と何も変わらなく見えるわ。うん、僕もそう思うよ。皆さん、本当に本当にありがとうございます。さ、締めっぽいのはこれくらいにしようぜ。今日は事件が解決したことをみんなで明るく慰労し合いたいんだ。そうだな。うん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 。春雪てめえ、みんなが真面目に話してる隙にローストビーフ全部食いやがったな。ぎこんな野郎、ローストポークにしてやる。表に出やがれ。おいおい、まだ追加で出すから喧嘩するなよ。私すごく楽しいです。私が皆さんに大切にされてたこと、この空間にいるだけでそれがよくわかります。心が満たされていく感じです。ゆいちゃん、それはこれからもずっと一緒だよ。私とキリト君、そしてこの仲間たちとずっと仲良くしようね。